はい、皆さんこんにちは、マナリルイジです。では今回は発売予報ガンダム一年戦争をもっと連邦軍プレイ続けていきたいと思います。まあ、モビリスーツを一切使わずに V 作戦を中止して、プレイを行っていくということで進めているんですが、ジョングのザク、相当に強くてですね、大苦戦中です。でジオンの方はすでにザクの後継機というかね、強化型のグフが実戦に配備されつつありということで、さらなる劣勢が予想されます。そんな中、我々はインドからの撤退を決めて、主要な資源が取れるユーラシア大陸、ヨーロッパからロシアにかけてこれを死守しようというのと、あとは北米大陸ですね、ここをね、優先に戦いを進めていければいいかなというふうに考えています。で、ジョングのザクの MS 小隊に対抗するためにですね、新しく師団の編成を行った、こちらの対 MS 機構大隊なんですけども、まあ、これであれば、ザク、モビルスーツにね、対抗できると。まあ、ただし恐ろしく足が遅いので、もうね、電撃戦というか、包囲をして、一気に壊滅させるというよりかは、モビルスーツと、本当にね、正面からぶつかっていくというのを念頭に、高火力な編成で、ザクに挑んでいくというのを考えています。なので、今後の研究としては、空いたものの後ですね、この後に、ビッグドレイ、これのね、研究に入っていこうかなというふうに思っています。今だとヘビーホークなんですけど、まあ、ビッグドレイの方が、総合的な火力が上がるので、まあ、これでね、さらにザクに対抗していこうという目論見になります。では、時間を進めていきまーす。まあ、インドからの撤退が、うまく進んでくれればいいなというところと、この後、ザクとどう戦っていくかというのがね、一つ肝になるかなと思ってます。今ここでもね、ジャミトフがビッターと戦ってますけども、まあ、ザクの MS 小隊相手になんとかね、ギリギリ踏ん張ってるっていうね、厳しい戦いになってます。いかにザクが強いかっていうのがね、ここからもわかると思うんですけど、本当にザク驚異的な強さなんですよね。ヨーロッパの方もですね、ちょっと押されてきていて、まあ、このまま行くとポーランド、あたりまで侵攻を許してしまいそうな情勢です。で、徴兵の状況なんですが、武器、兵器に関してはある程度揃ってるんですけども、訓練がまだ全然終わってない状態なので、これをね、どうカバーリングしていくかっていうのが一つ、大きなポイントになりそうです。なので、国家方針なり訓練なりにね、ボーナスがかかるもの、国家方針や研究で訓練にボーナスがかかりそうなものをですね、ちょっと選んで、行く必要もありそうですね。北米の方は、まあ割と順調に進んでるんですけど、やっぱりモビルスーツの数が多いですね。北米の方が敵が。なんで、まあ、確実に敵のモビルスーツには複数で当たって、無理はしないと。こういう戦い方をね、していければいいかなと思います。まあ、唯一うまく戦えているのが、この北米ですかね。まあ、できればロサンゼルスまで取って、ロサンゼルスを拠点にですね、西海岸を取っていきたいなというふうに思うんですが、アジアの方は北京が陥落。厳しいな。まあ、インドは放棄したというのもありますけど、完全にジオンの勢力圏内に入ってますね。あとはもうこういう穴が開いてるところをね、しっかり埋めていかなきゃいけないというのもあるので、埋めていきましょう。で、あとは、徴兵した後下ろすポイントを一旦、リンツあたりにして、
まだ訓練3分の1程度しか終わってませんけども、もう下ろします。これを前線に配備していきましょう。本当にね、苦しいですね、ここね。ここも敵のザク3機の MS 小隊ですが、ここに我々の師団がね、まあぶつかっても勝ち目がないっていう状態になってるんで、ビクトレイを早く研究したいですね。こういう穴ができているところは、まあ、もう積極的に穴を埋めていきましょう。今北米の戦線見ていただいてますけど、ここ本当にザクがね、びっくりするぐらい増えてきてるんで、このザクをね、どう撃退していくかっていうのがすごく重要なポイントになってきそうです。まあ、ザクは基本的には四方八方から取り囲んでね、袋叩きにする以外に殲滅方法はないんですが、もうこれでもですね、先ほどご説明した師団が新しく万全な状態で前線に出すことができれば、まあ、ザクともね殴り合える師団になるので、まあ、それが待たれるという状況ですね。いやでもこうやって見るとだいぶ北米は盛り返してるな。一方ヨーロッパの方が本当に苦しくなってる。アムステルダムに迫られてる状態ですからね。これは、やっぱどう考えても、北米のよりも先に、このヨーロッパの方に師団を優先的に下ろしていく必要がありそうですね。ここも新松永の歩兵ですね。これと、新しく下ろした新兵ですけど、対 MS 機構大隊が戦ってくれている状態なので、ヨーロッパの方に優先的に、対 MS 機構大隊の、まあ、新兵未満ですけど、これを下ろしていって、まあ、なんとか持ちこたえさせていきましょう。はい。陸の王者の国家方針完了してます。この陸の王者によって、まあ、ボーナスとしてはね、気候速度、気候手段による攻撃、防御、それぞれボーナスが入っています。で、さらにこの先なんですけども、反攻作戦を発動する、まあ、そのためにですね、移動式の司令部、これの研究にボーナスがかかる移動式司令部を行っていきましょう。ここに2個の重要な気候大隊が、包囲戦を受ける状況になっているので、ちょっと早めに撤退させたいですね。失いたくない。この辺りもちょっと失いたくないので下げましょう。無理はしない。いや本当にザク強いな。ちょっと打つ手がない状態なので、ヨーロッパどうするかだな。このままヨーロッパを失うと、もうじりじり物量でも負けてしまうっていうことになるので、ヨーロッパをねやっぱり撤退するというわけにいかないので、そのヨーロッパをどうしのぐかですね。まあ部隊の数が圧倒的に足りていないというのはあるんで、まあ早めに新兵でももう我慢して下ろすっていうことはね、しなきゃいけないかなとは思うんですけどね。いや、だってもう、引いてた線よりも明らかに押し込まれてますもんね。このあたり見るとね。やっぱザクがいるところですね。ここなんかはやっぱザクがかなり数入ってるんで、こういうところはやっぱり押し込まれてますね。MS 機構大隊にね、その、陸戦って、まあ、つまり今で言うところの、このヘビーホークの数が全然足りてない状態なんで、このヘビーホークを、まあ、数ね、用意して、まあ、なんとか持ちこたえさせたいなというところなんですけどね。はい。では支援火器の3が終わって、あとは対戦車装備の2も終わりましたので、歩兵装備、特に対戦車に、特化したものに関しては、
まあ、ある程度目処がついたかなというところで、もうここにかけるしかないビクトレイの研究に入りましょう。2ヶ月弱でビクトレイ研究終わります。そしたらすぐビクトレイ、ね、切り替えていきましょう。まあ、こういうザクがいるところがどうしても削れないんで、ジオンからするとね、そのザクがいないところにザクを配備してくるであろうし、ザクがいるところはザクがいるところを突破口にしてくるんで、ザクにね、対抗する手段がちょっと本当にないですね。日本を放棄して、まあ、ちょっとこのアジアのところに部隊を送り込みますか。ではロサンゼルスの攻略ですね。うまく進んでますので、ロサンゼルスまで進んでしまいましょう。で、守備隊ですね。南米ジャブローであったり、今の連邦軍の総本部のあるアムステルダム、オランダ、さらに日本、この辺りから兵を引き上げて、ヨーロッパの戦線に送り込む手はずにしました。まあ、ちょっとでもね、ヨーロッパの方がうまくいってくれればいいなという思いです。まあ、その代わり日本なんかはもう今攻め込まれたら陥落してしまうというね、状況にはなってますね。ザグが配備してされていないロサンゼルスの方がうまくいってるんですけど、ザグが配備されているフロリダ方面へ向かうところですね。ここが苦戦していて、まあ危ないかなっていう感じですね。いや本当にね、ザクを繰り返しくどいようなんですけど、むちゃくちゃ強いんで、自分がジオンをプレイした時はね、ザクむちゃくちゃ心強かったですけど、敵にするともう、正直言ってモビルスーツじゃないと歯が立たない中、今回モビルスーツを使わないっていうね、チャレンジングなプレイになってますんで、まあ、苦しいですね。研究枠、分散工業が終わりました。まあ、これで、まあ、産業系一区切りついたので、この後は課題になっている訓練時間を短縮するためにですね、まあ、最終的にはこの発展型戦闘シミュレーターでマイナス 5% を訓練時間もらいたいので、ここに至る途中の研究を行っていきます。厳しい戦いの中、北米だけはね、ザクがいない方面はうまく進んでます。ザクがいる方面はね、全く良くない状態なんですけど、まあ、なんとか、ロサンゼルスまで進んで、まあ、活路を見出せればなっていうところですね。ご覧のように北米だけえぐってます。一方、ヨーロッパは本当に苦しい。これでもかっていうぐらい苦しいですね。中央アジアもね、ザクの配備がジオン軍進んでるんですよね、かなり急ピッチで。まあ、なので、これをどう、まあ、しのいでいくかというのも一つ大きな課題になりそうですね。ポーランドが取られそうですね、そろそろ。いや、本当にこのままじりじり押し込まれるのを見てる以外にないのかな。V 作戦から始めているので、まあ、そもそも不利な状況から始まっているというのはあるんですけど、まあ、これ、打開する何かいい手立てがないものかというところだな。まあ、再三お話している通り、この対 MS 機構大隊がフル装備、フル訓練後に投入できれば、ザクにも勝る手段なんですけど、まあもちろんザクよりはるかに高コストな、ビクトレイとかを3機、3個配備してとかっていう形なんで効率がむちゃくちゃ悪いんですよね。ザクの5倍ぐらいのコストがかかる、手段になってるんで、まあ、まあ厳しいですよね。まずはロサンゼルスまでね、取りましょう。なんとかして。はい、ロサンゼルス取れましたね。ロサンゼルスが取れたので、
北米大陸は、割と持ちこたえて順調かなと。このままカリフォルニアとってニューヨークを目指すというシングルルート。一方、ヨーロッパ、アジア。ここがもう本当にきついです。アフリカは完全取られました。インドもね、取られました。ここは自ら放棄した部分なので、いいとは思うんですけど、この先本当に苦しいですね。ちょっとぜひ皆さんからお知恵拝借できればと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。